私はダチョウに出会って人生が180度変わったダチョウ飼育員。牧場を回っていたら久々に卵を見つけました。ダチョウは10月から2月は休産期です。網を持って向かいます。うまく取りたい。ずり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 、無事に取れました。おそらくキャンの卵ですね。あ、卵見つけた。早速取ろう。新しく修理した網で取りたいな。あれ、届きませんでした。こっそり入ってしまおう。おっと、ダチョウのすけくんだ。人懐っこいとはいえ注意して進もう。ゆっくり、そーっと。触れ合いエリアではみんな絶対に真似しないでね。ふう、やっと卵の元に着きました。回収回収と。わわわ、近づいてきた。ごめんね、通るよ。背後に注意して帰ります。普段大敵ぬるりんちょ。いい卵ですね。回収完了。夕方の巡回中、見つけちゃいました、ダチョウの卵。修理したもう一つの網で取るよ。これは長いから扱いが難しい。オニタンをこづいてしまった。長いから卵取りには便利なんだよな。ほら、取れた取れた。小さいミニサイズ卵ゲットだぜ。